ヤッヒー、ウォウウォウ。どうもゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ということで今回は、ワードポーカーやってみた。やっていきましょう。やっていくんだぜ。霊夢、ワードポーカーがどのようなゲームか説明してほしいんだぜ。わかったわ。知識集団クイズノックが作ったアプリで、配られた手札で英単語を作るゲームよ。詳しいルールはやってみないとわからないわね。じゃあ早速やってみようなんだぜ。ということで、ゆっくりしていってね。これ実際にオンラインで対戦するんだね。初めて知ったわ。ちなみに初戦の相手は寄り道図さんよ。この時点で自分の手札に母音がないので、パッと見英単語は作れなさそうだな。こういう時は手札を交換することができるわよ。またまた手札に死因しかないんだぜ。どんどん交換していきましょう。あ、積んだわね。積んだんだぜ。これはどういう意味なんだ？私もいまいちよくわからないわ。ラウンド2から頑張りましょう。今度はちゃんとシーンがあるんだぜ。そうなってくるとどれを交換するかが重要になってくるよな。どんな英単語が作れるかな？ THE でそのとか？やっぱりセットにするんだぜ。なるほど。レイズにすると賭けの額が上がるのね。じゃあレイズにしてみようかな。あ、押すの忘れてたんだぜ。マリサさすがに今回はコールね。わかったんだぜ。やった、コインをゲットできたわね。ほぼほぼシーンなんだぜ。JIS 日本工業企画とか？現在は日本産業企画と解消されたそうだぜ。今度こそレイズにしてみよう。じゃあそろそろコールにしようかな？辞書に載ってないの？英単語ではないからな。ああ、そっか。負けちゃったわね。広告まあまあうざいわね。それ言ったらいけないやつなんだぜ。でもさっき負けたの悔しいから、もう一回やりましょう。やりましょうなんだぜ。
それではやっていきましょう。お待たせしましたなんだぜ。今度はうまくいけたわね。あと N が来たらメニュー MENU ができるんじゃないの？あ、UFO が来た。メニュー来たわね。メニュー来たんだぜ。もちろんレイズだよな。もちろんレイズよ。もう一回レイズ行っちゃう？行っちゃうんだぜ。じゃあそろそろコールにしましょう。文字数で圧勝したわね。この調子で頑張ろうなんだぜ。だって相手は偏差値2万だもんね。なんか微妙に英単語が作れないわね。難しいな。イック ICK という単語あるかしら？ここはコールにしておきましょう。イックは辞書に載ってなかったのね。でも新しいイギリスの記号を覚えられてよかったんだぜ。PET でペットとか？できそうではあるな。あ、作りにくいの来ちゃったんだぜ。アシティじゃん。どんどんレイズしちゃいましょう。あ、広告うざいやつ来たわね。だからそれは言っちゃいけないやつなんだぜ。初勝利ね。嬉しいんだぜ。ということで今回はワードポーカーをやっていきましたがどうでしたか？めちゃくちゃ楽しかったんだぜ。ぜひやってみたい人はこちらの QR コードか説明欄のリンクから遊んでみてね。ということでこちらの動画が少しでもいいなと感じてくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントでアドバイスをもらえたりするともっと嬉しいんだぜ。ということでまた次回お会いしましょう。またね。